皆さんこんにちは、教えて台湾の春です。突然なんですけど、皆さん朝ごはんはパン派ですか、ご飯派ですか？この質問ってさ、日本人だとさ、結構さ、聞くこともあるし聞かれることもあると思うんですけど、私はね、朝ごはんは食べない派なんですけど食べない派なんだみたいなね。朝ごはんね、私あんまり食べられないんですよ。なので、最近はちょっと頑張ってね、スムージーとか作って飲むようにしてるんですけど、でもね、朝ごはんってやっぱり食べないと力出ないと思うんですよ。でも日本人の方はね、ご飯派の人もパン派の人も多分半々ぐらいかなと思うんですけど、台湾はね、もちろん朝ごはんはね、いろいろあるんですけど、今日はですね、台湾ならではのパンをご紹介しようと思って、そちらを買ってきてみました。ではそれがこちらです。じゃーん。はい、こちらですね、今日パンをね、2つ買ってきてみたんですけど、私ね、台湾で暮らし始めて最初にね、パン屋さん行ってこれを見た時に、こんなのあるんだと思ってね、かなりびっくりしたんですけど、じゃあね、ちょっと一つ一つご紹介していきたいと思います。じゃあまずこちらですね。はい、こちら皆さん何だと思います？こうパンの上にね、緑のものが乗ってますよね。はい、これね、見ていただけるとわかるでしょうか。こちらね、ネギなんですよ。ネギが乗ってるんです。私以前ね、ネギのお菓子多分ご紹介したことありましたよね。ネギクラッカーとかそういうものご紹介したと思うんですけど、台湾って本当にね、ネギがね、名産なんですよ。特にね、イーランというところのネギはかなり有名でして、その他でもね、ネギはかなりね、もういろんなところで食べられてるんですけど、ネギをね、パンにも乗せちゃうんですよ。すごいよね。台湾の夜市のグルメとかで、ツンヨーピンっていうの聞いたことありますか？ネギ油餅っていう風に書くんですけど、それはネギを炒めて作った油を生地に織り込んで、それを焼いて、例えば卵とかチーズとか乗っけて食べるっていうようなものなんですけど、それすごい美味しいんですよ。おすすめですそう、そんな感じで、今日これ普通のパンなんですけど、ネギが乗ってるんですよね。これ面白いですよね。ちょっと後で食べてみましょう。で、次はこちらですね。はい、これね、ちょっと茶色くないって思ってると思うんですけど、これなんだかわかりますか？台湾ならではのものですね。ローソンです。で、一緒にこう海苔も乗ってます。なので、はい、タイローソンですね。ローソンは私結構ね、何回かご紹介したことあるかなと思うんですけれども、お肉ですね。豚肉かな。豚のお肉を多分なんか味をつけて乾燥させるか何かして、こうなんていうの、鰹節みたいな感じ、こう多分引き裂いて、なんか粉っぽい、ふりかけっぽい状態にしたものです。これがね、甘じょっぱくてすごく美味しいんですけど、これをね、パンにもかけちゃうっていうね、面白いよね、本当に。このネギのパンは台湾のパン屋さんだったら大体どこでも売ってますね。本当によく、本当にいつも見る。で、コンビニとかのパンにもあります、これ。で、このハイタイローソンは、パン屋さんで売ってるところもあるし売ってないところもあるんですけど、コンビニとかにはね、ある気がします。なのでね、結構オーソドックスなパンですね。日本では絶対に見ないでしょうね、これ、うん。で、私ね、こっちはね、食べたことあるんですけど、こっちちょっと今日ね、初めて食べるのでちょっと楽しみです。じゃあちょっと一個一個開けてみましょう。ネギパンから食べてみましょうか。私ね、お惣菜パンってすごい好きなんですけど、なんか日本だとさ、ベーコンチーズとかツナとかそういう感じになりますよね。ネギは乗ってないと思いますね。ネギ乗ってるの見たことあります？私はないですね。はい、こんな感じでネギが乗っかっております。で、ごまもね、今日は上にちょっとかかってますね。じゃあちょっとこれ食べてみましょう。いただきます。パン柔らかくて美味しい。美味しい。このね、ネギもチョンヨービンのネギとちょっと似た感じですね。ネギを多分炒めるか、なんか油でなんかするかして、多分上に乗せて焼いてるんだと思うんですね。なので、ネギの風味がね、結構して、すごい、なんていうの、香ばしい感じですごく美味しいです。パンとね、意外と合うんですよ。日本ではさ、多分そういう風に食べないから、ちょっと想像が難しいかなと思うんですけど、結構合います。美味しい。これがね、なんていうの、本当にね、いい香りなんですよ。すごい美味しいです。日本でパンに野菜乗ってることってありますかね。なんかごぼうとかが乗ってるのは、なんか私食べたことあるな。きんぴらごぼうみたいなのがバーって乗ってるの食べたことある気がする。でも青い系の野菜だと、ほうれん草とかが乗ってるのは見たことありますけど、ネギはさ、面白いですよね、本当に。でもね、すごい美味しいんで、ぜひ食べてみてほしいです。でもね、多分食べたら
その後口がずっとネギに支配されますネギってすごいですよね。なんか私ニンニクよりネギの方がすごいんじゃないと思ってるんですけど、ま、人に合わない人かね、もしくは、ま、ネギの匂いしても許してくれるような友達と一緒にいた時はぜひ食べてみてください。じゃあ次こちらですね。ちょっとこれ食べてみましょうか。はい、タイローソン、すごいもりもりだー、ローソンもりもり、すごいね。これ分かりますか？これ結構ね、大きいパンなんですよ。女性の手ぐらいのパン。結構大きいパンですね。で、そう、ここにさ、ローソンがビシッと入ってますね。すごいね。私これはね、ちょっと食べたことないんですけど、美味しいのかな？美味しいとは思いますけど、ちょっと食べてみましょう。どんな味なんでしょうね。持つの大変なんだけど。はい、じゃあちょっといただいてみます。いただきます。うんうん、美味しい。これうん美味しいですね、めっちゃ。うん、あ、こういう味なんだ。へえ。なんか本当にローソンって、ま、お肉を甘じょっぱくね、味付けしたものなので、なんて言ったらいいのかな、あの食感はね、桜でんぶみたいな感じ、ふわっとした繊維の感じなんですね。だからそこに海苔が入ってて、海苔のそのいい匂いが、風味が足されてね、すごい美味しいです。なんかね、こう噛んだ瞬間にローソンの食感がふわっとして、その後にこうパンが来るっていう感じだね。美味しい。うんうん、これあれですね、このパンの上に多分ね、マヨネーズかな、多分台湾のマヨネーズ、甘いマヨネーズですね、がちょっと薄くこう塗ってあるんですね。塗ってあって、その上にローソンがかかってる感じですね。じゃなきゃボロボロこぼれちゃうもんねそりゃそうだ。うん、めっちゃ美味しいこれ。へえ。すごい美味しいですね、これ。私どうして今までこれ食べなかったんだろう。後悔食べたらよかった早く、まあ、そもそもね、あんまりこう私その日常的にパンをね、いつも食べる人間じゃないので、パンを買う機会がそこまでなかったっていうのはあるんですけど、すごいこれ美味しいね。めっちゃ美味しいこれ。ローソンは日本で売ってるかわからないんですけど、台湾から日本ってお肉をお土産で持って帰ったりしたらダメなんですよ。違法なんですね、それが。病原菌とかの問題で、まあ、あるので。でローソンもさ、まあ、こんな見た目にはなってるけど、一応もともとお肉なんですよ。なので持って帰っちゃいけないんですよね。だからもしかしたら海外物産展とか、そういう海外のね、ものが置いてあるお店とかにはあるかもしれないけど、普通に個人で持ち帰りできないんですよね。だからもしこれ、このパンね、見かけたらぜひ食べてほしい。めっちゃ美味しいこれ。でもこれ味知っちゃったら日本でも食べたくなっちゃうねそれは辛いね。日本で絶対食べれないもん。うん、でもこれめっちゃ美味しいです。私これおすすめ。今日ね、私ね、この2つともね、まあ、パン屋さんに行って買ったんですけど、1個どのぐらいだったかな、40元ぐらいだったと思いますね。多分1個40元、80元ぐらいだったかなと思います。台湾のパンってね、かなり安いです。うん、高いところはもちろん高いんですけど、まあ、大体ね、日本円で言ったらね、150円から200円ぐらいの感じなので、すごいね、もうボリューミーだし、すごい美味しいしね、これぜひ食べてみてください。ぜひね、台湾来たらパン屋さん行ってみてください。で、なんかちょっと小腹空いたなっていう時にこれ食べてみてください。本当に美味しいです。はい、では本日はですね、台湾ならではのパン2つご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、ネギパンもローソンのパンも台湾ならではのものだと思います。日本ではまあまず見ないですよね。でも本当にね、ネギパンはまあ結構その味が想像できるかなというか、まあすごいネギの香りがして香ばしくて美味しいパンなんですけど、ローソンの方はね、本当に食べてほしい。めちゃめちゃ美味しかったです。本当になんかね、甘じょっぱくて、ザお惣菜パンっていう感じの味でしたね。うん、すごいおすすめです。では今日の動画はここまでになります。今日の動画面白いと思っていただけましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。